参ります。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ。まずはお主自身の手で挑む段位を決め。マジっすか。まずは小手調べといったところ。ならばこやつらが相手じゃ。日頃の鍛錬の成果見せてみよう。こんなことなら俺が身代わりに。俺一人生き残ったって何にもならねえよな。忠義ならば日の本の誰にも劣らぬ。熱く見えて乱世一の落ち着きぶり、それが親方様よ。皆者励め。道場での親方様が一番みなぎってる。そう思うの俺だけ。立ち上がれ。主の心を裏切ってはならぬ。石田軍が勝負。島の左近が打ち取った。左近が切り札。やつが倒れようともまだそれがしがおる。いい勝負だったんじゃね。鍛えようとする限りわしが力となろうぞ。そう簡単には崩せねえぜ。俺たちをいじめて勝った気になるのよ。悪い方へと転がってってるような。主の力はその程度。
石田軍が切り込み隊長島左近、いざ勝負。無残さと衰えはせぬ。マジで広まっちゃったよ。三成様の笑うとこ見たら死ぬって噂。野生の敵対象が飛び出してきた。もう一回行くぞ。
そういやあんたの顔行部さんの弾に映ってたかも。少しはできるようじゃのこの心浸水のごとく速やかに そろそろ公正に転じる気やもしれぬな。三成様のすごさやばさかっこよさ、あんた分かってる？あのさ、もうちょいガチで来てくんね。よくぞそこまで鍛え上げた。左腕に近しい島左近、まあこんなもんでしょう。